ハッピーバレンタイン。昨日はバレンタインでしたね。みな殿。聞いてくれみな殿。風間ね、好きな子がいるんだ。でもね、その子にはね、チョコレートあげられないの。なんでだと思う？風間、好きな子がいるんだけど、チョコレートあげられないんだ。これ、なんでだと思う？猫ちゃんなんだよ！狸なんだよ。そう、彼ら人間ではないのである。おこべ、今年のバレンタイン何がいいでござるか。チョコレートは栄養的に問題があるからあげられないでござるよ。切ねえ。風間はいつも切ねえ思いをしている。バレンタインってさ、チョコレートをあげたい相手がさ、やっぱ風間の場合はね、ポコベと猫ちゃんなんだけどさ、もう苦しいほど好きだからね。チョコレートあげられないんだよ。悲しい。だけどね、まあ、今年はね、皆さんにも、ツイッター上で皆さんにチョコレートもあげましたし、何チョコですか？風間隊にあげたチョコ？感謝チョコ。エブリデイいつも風間を応援してくれてありがとうでござるチョコ。本命チョコ、風間の本命チョコは、あげられないんだよな。なぜならば、風間の本命チョコは、ポコベイにあげるべきものだから。ね、ポコベイ。ね。てて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 て